来島城は愛媛県今治市橋浜沖の来島にある日本の城である。村上水軍の根拠地の一つ。2016年4月、日本遺産、日本最大の海賊の本拠地の構成文化財に認定された。周囲約1キロメートルの来島全土を水軍用再化した城で南北約220メートル、東西約40メートルに広がった。 南北一列のはしご格式の中世城郭である。最北部に本丸があり、二の丸、三の丸が南に続いている。本丸直下の島中央部に、来島市の館がある。また島の東南には、出城が存在し、島周囲の岩礁には、かつての三橋柱跡が多く残っている。追記は15世紀中頃とみられる。村上義明の三蘭吉房が雷島に分家した。 際に気づいたものである。吉望子孫の来島村上氏は、六代約百六十年に、渡って、来島城を本拠地とした。天正十年、来島氏は、因島氏と共に、河野氏を裏切り織田信長側に着いたため、毛利氏、河野氏や野島氏による攻撃を受け、村上道夫は、備中国にあった、橋場秀吉の下に逃走した。来島氏の来島復帰は、 本能寺の変後の天正十二年で、秀吉と毛利氏の和睦の結果である。その後四国征伐に、道房が先鋒として、伊予を攻め、道房は秀吉から、風早軍一万四千国を与えられた。関ヶ原の戦いの後、西軍に属した、来島長近は所領を没収された。後に、来島氏は、文護国九州群森で大名に復帰したが来島に戻ることはなく、 苦島町は廃場となった。ありがとうございます。